何は駅は千葉県いすみ市小沢にある東日本旅客鉄道外房線の駅である島式ホーム一面二線を有する地上駅国鉄の暴走東線時代は有人駅で木造の立派な駅舎があった駅舎側に貨物ホームもあり現在のような単調な配線ではなかったまたいすみ鉄道が国鉄の木原線時代に 機械式起動車だけで運転されていた頃は、現在の上り線の外側に側線が一本あり、廃車されたレールバス機ュハ位置が、しばらく留置されていた。側線がいつ廃止されたかは不明だが、電化して外房線と解消された時には、撤去されていた。外房線となってからもしばらくは、古線橋が整備されず、ホームの大原よりに長いスロープをつけ校内踏み切地で、 駅舎とホームを行き来するようにしてあった。電化時に客車時代の低いホームはある程度傘上げしている。ホーム待合室の床面がホームより低くなっているのは電化前にホームを傘上げした名残。現在は駅舎とホームは古戦郷で連絡している。勝浦駅管理の無人見駅。駅員がたまに大原駅、勝浦駅から出張してくる。簡易追加改札機。 乗車駅証明書発行機が設置されている。駅舎は1980年3月に改築された簡易な駅舎である。ホームにはスピーカーが1機あり、大原駅から列車遅延などの情報を流す。2010年2月10日より、外防線、PRC 型自動放送が導入された。2006年度の1日平均乗車人員は96人で、ある。 千葉県東経年間によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。駅近隣には国道128号が通り、駅で入り口反対側等に田園地帯が広がる。出店。ありがとうございます。